日比谷神社は東京都港区東新橋にある神社である。豊家大見は原江戸与柱大臣を祀る。旧正日比谷稲荷明神。宇治子地域には塩止めも含まれる。創建年代は不詳である。元は現在の日比谷公園内の宇塚山に鎮座していた。慶長年間、江戸城の拡張にあたり、宇治子と共に芝口に移され、明治時代、 鉄道の不設にあたり新橋4丁目に先座した。その境内地全域が計画道路の予定地にかかっていたことから2009年7月31日に東新橋2丁目の国道15号沿いに先座した。別名をサバイナリという。もともとは大塚山にあった頃苦しむ旅人たちに社務所を開放して無病息災を祈願を受けさせたところ霊言があった。 ことから、旅パク稲荷明神と呼ばれていた。新橋移転以降は、サバの字を当てたサバ稲荷となり、虫歯に苦しむ人がサバを断って当社に祈願すると、霊言があるとされ、成就するとサバを奉納する習わしであった。新橋には他に、カラス森神社があり、大祭は、カラス森神社と交互に各年で行われる。中央区八丁堀三丁目に所在する、日比谷稲荷神社は、 当社の分誇らである。なお、現在同社は、ヒ枝神社の兼務者となっている。ありがとうございます。